こんにちは。ムニエルチャンネル主催のムニエルですすでにアップロードしている何本かの動画何人かの方に再生をいただいているようでありがたい限りです、えー、今後ともよろしくお願いしますまさかコメントがこんなに早くつくと思わなくってめちゃくちゃ嬉しいっていう事実、えー、こんなに嬉しいものなんだなぁと思いました、えー、さておき今回もまた好きな音楽を紹介していこうと思ってるんですがえー、っとですね なんかこう動画の始まりにフックがないといけないなと思って今日はちょっといつもと違う試みを、えー、に取り組んでいるので、えー、一つだけ、えー、お伝えしておこうと思いますあのー、高田淳二さんがかつてどこかのラジオ番組で、まあ、ラジオは音声だけですよねということでスタジオでノーパンでラジオのマイクに向かっていたという話を聞いてですね現在ノーパンです靴下は履いてますちょっともうこちら 寒いところなんで、えー、靴下を履いてないとお腹壊すかなと思ってノーパンなんだけど靴下を履きながら、えー、本日はこちらの作品を紹介したいと思います、えー、大貫妙子さんの「都会」そして B 面が「薬をたくさん」というシングル7インチ版ですねこの「都会と薬をたくさん」っていうのはもともと77年に、えー、サンシャワーっていう大貫妙子さんの2枚目のソロアルバム に収録をされていた曲が2015年に7インチ版としてシングルカットされたっていうものになってますであの2015年に手に入れたわけではないんですがヤフーオークションに新品未開封が出ていたので、えー、2500円ほどでね買いました昔の曲の入っている7インチのシングル版が新品の状態でりも一切ついてないプチノイズの入ってない状態であの耳にすることができるっていうのはね、えー、考えてもいなかったことなんで初めて針を落とした時に、ね、感動しましたね 誇りなかったら本当にノイズねえんだなっていうことはものすごい感じたんですがそれはさておきこちらに今日話していこうと思っている内容4点、えー、書きました大貫妙子さんどんな方かご存じない方これはですねシュガーベイブというバンドのキーボード奏者でしたえー、シュガーベイブというバンドをご存じない方えー、分かりやすく言うと山下達郎さんがソロデビューをする前に頭張ってやってたバンドなんですね 当時としてはそんなに大きなヒットをすることなく最終的には解散をしてしまってその後、まあ、こういった大貫妙子さんとか山下達郎さんはソロのミュージシャンとして活躍をしていくことになるわけなんですけれども。後、えー、年にななってかなりその シュガーベイブのの発表しててていいいた音源っていうのは評価をされているとまあ、ちょっと時代を先取りしすぎたっていうところが確かにあったのかなというような、えー、まあ、素晴らしいバンドですシュガー・ベイブこれヤフオクでシュガー・ベイブのアルバム見たらまあ買えない値段に今なっちゃってますもともと売れてないんで枚数も少ないんですよねでででそののキーボーボドの人でしたで えー、山下達郎さんっていうのは皆さんご存知の通り大変歌が上手な方なんで大貫妙子さんはコーラスを取るにつけ何につけとってもあのー、嫉妬されたと山下達郎さんに。であの後年長く長くずっと自分の歌声に自信が持てないまんま、えー、過ごさざるを得なかったっていうことで、まあ、恨み節をですね、えー、冗談めかしてインタビュー記事なんかで語ってたりする。 でえー、77年大貫妙子さんが53年生まれの方なんで234歳の頃の作品ですよね非常に若いご本人は歌はダメダメだったっていうことを現在になってもずっと言っている作品なんですけれどもそれがいいんですよね決してね音痴とか下手くそってわけじゃもちろんありませんから一流のミュージシャンですからね、えー、とってもね味のある歌声で歌われています アレンジは坂本龍一です坂本隆一って言ったら皆さんご存知ですよね今では東京芸大の教授をやられてるぐらいの、まあ、素晴らしい方なんですけれども有名なのはイエローマジックオーケストラで、まあ、世界的にそのテクノポップっていうのを押し広げたっていう、まあ、かなり大きな功績のある方です坂本龍一さんがアレンジをされているで坂本龍一さんは52年生まれで大貫太子さんとかその、まあ、山下達郎さんとか そのの界隈のミュージシャンとと、ね、昔からずっと仲良しなわけですよね。山下達郎さんも例えば青山純さん伊藤浩輝さん難波裕之さんっていうザ・鉄壁の山下達郎バックバンドっていうのが、えー、完成する前にはですね坂本龍一さんかなり山下達郎さんの作品でもピアノ弾かれてるというような形でかなりねあの仲良しミュージシャンたちっていうのがいたわけです。でそれぞれぞがととっってても超一流っていうところで、 また追ってその界隈のミュージシャンの人間関係とか相関図っていうのもまとめて整理をして、えー、このチャンネルでお話ができたら面白いのかなと思うんですがまあこれもですねかなり話さなきゃいけない内容調べなきゃいけない内容確かにしなきゃいけないところっていうのが膨大な量があるのでえっとすぐすぐにはちょっとできないかなと思ってますが、えー、交互期待ということで、えー、やっていきたいと思います。 アレンジは坂本龍一さんです。で、都会という曲がまあ A 面に入っているんですけれども、ウィキペディアなんか見たっていろんな記事見たってですね、スティービー・ワンダーの影響がっていうことを言われています。まあそれは確かにそうなんでしょうけれども、これねパッとねイントロ聞いた時きにあパッて思い浮かぶのは僕の場合はですよ、マービンゲイでした。ゆったりとしたこうリズムの上でソプラノサックスが旋律を奏でていくイントロっていうのが。 とってもあの going on? に似てているんですよねって思うのはきっと私だけじゃないはずで「What's Going On」っていうのは当時のこの世代のミュージシャンにとってはとっても大きな存在感のある曲だったらしくまあ反戦歌ですよね、まあ、山下達郎さんのコンサートにかつて行ったことがあるんですけれども「えー、What's Going On」っていうのは私にとって特別な意味のある曲なんだって言って歌ってました一緒にバンドやってたぐらいだしほとんど同年代だし高校時代とかですね あの学園闘争みみたたたいいななのがあったみたいなんですよね、えー、そういう世代の人たちなんでその反戦歌だし精神的な面で大きな存在感のある曲であるとこの「都会」という曲のイントロはもう聴いていただけたら分かりますけれどもマーヴィン・ゲイですよ色濃く影響されている音色が鳴ってます歌のね内容がまたいいんですよねまあ s u g a r b みんなそうなんですけれども東京生まれ東京育ちで東京のことはあのー、もう 否定するわけがないあの肯定的に基本的には町について都会についてっていうことを歌ってきた大貫妙子さんなんですけれどもこの「都会」という曲に関しては都会の何て言うんでしょう浅はかなところ虚像みたいなところ見かけ倒しの華やかなところに浮かれている人々っていうことについて風刺的に歌っているという歌詞がまたね染みます。 歌詞なんかはねねググったら出てきまますよ、ね、で、まあ、この曲自体も YouTube とかにももしかしたら上がってるかもしれないけれどもまあ,あのぜひ聴いてみてください。で次に、えっと、B 面のね「ね薬をたくさん」っていう曲です。これ僕どっちかっていうと都会よりも薬をたくさんが聴きたくってこの作品買ったんですけれどもこれね歌詞すごいですよ。仮のところがですね「薬をたくさんよりどりみどりこんなにたくさん飲んだら終わり治る頃にはまた病気」っていう歌詞なんですよね。 もうこれ現代にも通ずるところのある対症療法の薬ばっかり盛られてこう違う病気になってまたみたいなもう一生薬が手放せませんみたいなその医療に対する疑問から作られている曲ですよね賛否あると思いますよ、えー、いろんな意見あると思いますけれどもまあ実際そういう面もあるよねっていう医療に対しての風刺といいますか、えっと、マーヴィン・ゲイの「わつ声のん」がかなりこう精神的に大きな影響のある曲だった っていううことかからも分かるようにやっぱりその,この時代ののミューーージシャャンンっていいうのはかななりカウンターカウタルチャーな趣が強いですよね何が正しいのか自分たちで嗅ぎ分けていくんだっていう危害のある作風っていうのが結構あったかなというふうに思いますそういうのが好きな人そういうのが好きじゃない人っていろいろいますけれどもまあとりあえずこの「薬をたくさん」っていう曲はあの薬をたくさんよりどり緑、えー、こんなにたくさん飲んだら終わり治る頃にはまた病気っていうところに ちょっとねシニカルな笑いといいますか、えー、が溢れているよなっていう歌ですであのー、4点目に行きますこのシングルにはクレジットをされていないんですがあのサンシャワーってアルバムの方のクレジットを見るとですね演奏しているミュージシャンがめちゃくちゃ豪華ですまず逸話としてよく語られるのはドラムがねクリストファー・パーカーっていう人なんですねでクリストファー・パーカーっていうのはアメリカの人なんですけれども、えー、ボブ・ディランとかアレサ・フランクリンとか まあ、マイルス・デイビスとか、まあ、マイクにいとまがないぐらい大物ミュージシャンとセッションしてきたレコーディングに参加してきたスーパードラマなわけなんですけれどもレコーディングするにあたってなんかいいドラマーいないかなって言って出かけたイベントであのクリストファー・パーカーが所属をしていたスタッフっていうバンドが演奏しているのを見て直接交渉したんだそうですねでその他も日本人のミュージシャンたちももう超一流の超豪華メンバーばっかり、えー、渡辺和美さんギター大村健二さんギター えー、松木恒秀さんもね、えー、山下達郎さんの「いつはポピンタイム」っていう昔のライブアルバムで参加してるような、えー、ギタリストですでベースは細野晴臣さんイエローマジックオーケストラの印象が強い方も多いかもしれませんがその前にハッピーエンドというバンドを組んでいらしてハッピーエンドっていうバンドもいずれ語らなければならない重要なファクターなんですけれどもハッピーエンドのレコードも高くて僕今だ買えないんですよ買えない ぜひ手に入れてこうやって実際に物を見ながらお話をしたいんでハッピーエンドの話はまだまだ先になると思います、えー、ご了承ください、えー、まあそんな感じで、えっと、ちょっとねマイクにいとまがないんですが、えー、演奏がめちゃくちゃ豪華ですもう聴いたらすごい本当にすごい、えー、これぜひ聴いてください というわけで、今ちょっとですね、駆け足でこう紹介をしてきましたが、大抜き太鼓さんの都会薬をたくさんという作品を今日紹介をしました。まあ、やっぱり前回にですね、山下達郎さんの作品を取り上げちゃった以上、 あの関連づけていきたいなって思っちゃったんですねであとまあ下心的に言うと今和物とかシティ・ポップとかって言って流行ってるんで和物とかシティ・ポップ大貫太鼓山下達郎とかって言ったらもしかして再生数伸びるんじゃないかななんていうまあ,あの下心も若干ありつつ大、えー、ささんんの都会薬をたくさんですとなるとですね次に紹介するのはじゃあ何ですか大滝栄一ですかとか、えー、吉田美奈子ですかとか。 えー、そうなってくると今度はマストーやユミですかとか、えー、いろんな選択肢が上がってくるんですけれどもあんまり和物シティポップ系のものばっかり上げても。 大衆に,、まあ、に迎合しないと再生数伸びないんですけどね大衆に迎合しまくるような感じのスタンスっていうのはなんかね自分でやっててこう気持ちが良くないんですよなので次の動画については違うものを取り上げようと思ってますまあでも長い目であのチャンネル登録して是非見ていただければなというふうに思うんですけれども、えー、いずれ吉田美奈子さんも大滝栄一さんもマ、えーストーヤユさんも紹介をしていきますしなきゃいけないしたい だって好きだもんっていうところですね、えー、ひとまず今日の、えー、こちらについては以上にしたいと思います、えー、次回以降の動画もお楽しみにしていただけますと嬉しいです、えー、よろしければいいねボタン、えー、チャンネル登録、えー、コメント、えー、などいただけますと幸いですあ、コメント初めてあのいただいて、えー、とっても嬉しいなと思ってあの僕なんでこの動画をやろうと思ったかっていうと 音楽好きなわけですよ当たり前なんですけど音楽が好きなんですであの友達と飲み屋とか、えー、でいろんな音楽談義をするっていうのはとっても楽しいじゃないですか何が楽しいのかなっていうと私の聞き方と相手の聞き方は全然違っているっていうところの意見交換をすることで同じ作品が違って聞こえるようになってくるっていうことなんですよねえっと私はこうやって聞いてますっていうのをこうやって YouTube 上でこう発信をすることによって えっと、同じ曲を好きだったりする方が違う聴き方違う捉え方をしているっていうリアクションをもらうっていうのが面白そうだなと思ってこの動画をね始めているんですよ。なので僕は別に「僕はこんなに音楽のこと知ってるからどうだ?」っていうことを言いたいわけではなくってもちろん私よりもさらに音楽が好きで。 あのさらに詳しく聞いていていろんな情報を持っている方っていうのはたくさんいるはずなんだけれどもそういう方々に出会えたらいいなっていうことであの恥ずかしながら私のこの稚拙な音楽的知識ご、えー、彙力でちょっと自分からアクションを起こしてみているというところです。なのであの何か思うところのある方は是非ですねあのコメントをいただけますとお互いにこう意見交換をさせていただけるととっても面白いのかなというふうに思っています。 さておき以上になりますムニエルでしたありがとうございましたノーパンです